しきたりか、多分持ってると思うけど交換とか出しちゃって OK です。すいももです。今回は皆様からのお手紙を紹介していきたいと思います。はい、ということで今回は2月分の皆様からのお手紙を紹介していきます。皆さん本当にありがとうございます。今回は第1弾、第2弾、第3弾、第4弾の動画があります。皆さん4つ全部見てくれて嬉しいです。まず今回は第1弾の動画になります。では早速紹介していきたいと思います。まず1人目の方になります。すいももちゃんへ。すいももちゃんの体幹の作り方やグッズの紹介はとても参考になります。すいももちゃんが作っているのを見ると私も作ろうかなと思います。私はのんぺんです。よければインスタでたくさんお話ししましょう。すいちゃんのライブとか YouTube は全部見てます。すいももちゃんは声も可愛くて本当に大好きです。ここで質問なんですけど、ももりんの特にどういうところが好きですか？サーターの特にどういうところが好きですか？質問じゃないんですけど、タイアスメンバーに向けて一言どうぞ。字が下手ですいません。ということでありがとうございます。まずじゃあ質問を答えていきたいと思います。まずももりんの一番好きなところは努力家なところです。ももちゃんトワイスの中で一番努力家なんじゃないかなって思ってます。次にサータンの一番好きなところはやっぱ笑顔, 笑顔がすごく可愛くて大好きです。で最後にトワイスメンバーに向けて一言どうぞということで、いつも可愛い、あといつも可愛いトワイスを見れてすごく幸せです。これからも頑張ってください。リサよりということで、リサさんありがとうございます。ポン。まずこれ自作グッズですね。これはももちゃんと誰だろう、これじゃん、あ、さなちゃんだ、かわいい、ありがとうございます。お人に押し入れてくるのは嬉しいです。シールですね、使います。次に缶バッジのスリーブになります。ありがとうございます。次にこれはトイカのリフィルかな、4枚ありがとうございます。次にこれはももちゃんのうちわかな、めっちゃうまいすごい。次にこれはメモ帳ですね、ありがとうございます。メモ帳ではないか、メモのやつかな。で最後にこの公式トルカのファンシーのピンクアクのないうちわになります。ありがとうございます。これそのこのファンシーのピンクアク全員分集めててないうちわでコンプだったんですよ。本当にありがとうございます。では次2人目の方紹介していきます。ひもも様へ。はじめまして、りんです。前から動画見させてもらってました。私は家の事情でコメントできないんですけど、お手紙をくれるので送りました。そしていつも動画が分かりやすくて助かってます。ありがとうございます。すいももちゃんは本当に私の尊敬ワンスさんです。これからも動画投稿など頑張ってください。ファイティン。ソムルは全然効果じゃないです。そして何より字が汚い。私は悩んでんです。スイブリーちゃん、なんか感じか、ありがとうございます。リンさんありがとうございます。全然字本当に綺麗私本当字汚いので。セブリーちゃんめっちゃ可愛い、すごいたくさんありがとうございます。何から紹介していけばいいんだろう。これからいきますね。ステッカー何かに使ってください。あー、これありがたいです。ありがとうございます。これあのなんて言うんだろう、指につけるシールに使います。ありがとうございます。猫ちゃんいる、猫ちゃんいるのは嬉しい。自作、勝利的なものとトレカインスが入っています。ひたりすいません。じゃん、あーめっちゃ可愛い、ももりん、ももりんとサータンと、あとじゃん、わー可愛い、勝利なんか絆創膏みたい可愛い裏で、シールですね。ちょ可愛い、ありがとうございます。今回量が多分過去一多いので本当にパッパッパってなっちゃうんですけど、すいません。でマスキングテープのお裾分けです。ありがとうございます、使います。次に使えるものいろいろ入っています。追加製品ぜひ、ありがとうございます。でメモ帳です、使ってね、使います。スリーブはダイソーさんのです、ありがとうございます。最近ダイソーさんのをね使
使ってるトレカがあるので助かります。クリップです。ありがとうございます。公式トレカ多分持ってると思うけど交換とか出しちゃって OK です。なんだろうねなんだろうねって、あ、え、やばい、え、待って、これすごく求めてたものです。え、ありがとうございます。これあのメイアンドハッピーのトレカ3コンプ目指してて、ありがとうございます。しかもスペシャルのものって本当にありがとうございます。メリハピのももちゃんのトレカ3種類あるじゃないですか。で、1種類ずつ3コンプ目指してて、あと裏緑とスペシャルが1枚ずつなくて本当にありがとうございます。はい、リンさんありがとうございました。次に3人目の方に行きます。じゃんじゃんってお手紙、はい、かわいいお守り、待って、私の好きなチップとベールちゃん、動画出しても大丈夫です。めっちゃかわいい、え、これもチップとベールちゃんだ。スイモモちゃんへ、ずっとスイモモちゃんにお手紙書きたくて今回はかけてすごく嬉しいです。読んでくれて嬉しいな。スイモモちゃんと同い年です。なのに今日トレ、私と全然違って憧れです。あ、違って憧れて、すごく憧れです。これからもトレカやカンバとかのコンプ頑張ってください。スイモモちゃんの動画はいつも参考になるし、すごく丁寧だからいつも見てます。いつも素敵な動画ありがとう。これからも楽しみにしてます。スイモモちゃんと絡みたいです。 YouTube やってないからどこで絡めるかな。インスタとかツイッターで絡めます。スイモモちゃんに質問、スイモモちゃんが好きなペアはよかったら答えてね。ナモとジョンモです。ジャイアンペアマスよりカリカム、ありがとうございます。2、自作トレカ、下手でごめんね。絶対下手じゃないと思って、めっちゃ可愛い。ももちゃん、ももちゃん、え、待って、私の好きなペアが入ってる。ジョンモ、ありがとうございます。可愛いです。ありがとうございます。トレカがすごく熱くて好きです。3回で最後です。何かな？何だろう？写真とかかな？動画に使うやつですん。使わな、で、ですんじゃない。使わなくてもいいよ。少なくてごめんね。できたらお返事書いてほしい。え、めっちゃ可愛い。チャンネル登録、高評価よろしくね。だって。使おう。使います。で、次に4人目の方いきます。で、プレゼント以外は紹介の G なのでプレゼントだけ紹介をしたいと思います。これはブロマイドカードかな、かわいい、ドリームで本当に神、あ、ベージュットも入ってる、ありがとうございます、すごくかわいい。はい、ということでありがとうございました。お手紙も入ってたんですけど、お手紙は紹介の G なので動画終わったら見たいと思います。次はサータンラブさんからのお手紙です。スイモモちゃんへ、こんにちは、はじめまして、サータンラブです。今回初めてお手紙を送らせていただきます。私はスイちゃんより一つ年上の中1です。だけどグッズの量といい、ワンスレキといい、すべてにとって私にとって先輩です。私は金欠の上に地方地味なので公式グッズがあまり買えません。なので今回は下手ながら自作グッズを総盛りさせていただきます。両親がサータンという、サナちゃんということで私の推しとかぶってしまって、サナちゃんのグッズはあまりほとんどありません。ごめんなさい。これからも応援していきます。ファイトです。サータンラブより、ありがとうございます。公式風タレカガイツヤバミザワです。公式カードケースなくてすいません。全然大丈夫です。おすすわけ謎のサータンいます。うわ、リラックマ、ちょっとおすすわけ最初に紹介します。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。で、これが、自作トレカかな。かわいい、めっちゃかわいい、すごい、ありがとうございます。めっちゃかわいい。はい、次の方いきます。スイモモちゃんへ、1、手紙。このシールがかわいすぎませんか？めっちゃかわいい。スイモモちゃんへ、カナダよ、覚えてるかな。今回は字をきれいにすること頑張ります。スイモモちゃんは京都なのに私は焼き、私は中1なのに、なんでこんなに違うんだ。焼き、弱ったな私に対して京都なスイちゃんはまるで神様のような存在です。毎日必ず1本は動画見てます。私もスイモモちゃんみたいに YouTuber になりたいなと思っています。親に交渉中です。スイモモちゃんがワンス YouTuber になったきっかけって何ですか？よければ教えてください。タメ口 OK ですか？よろしくお願いします。私もワンスジャパンの会員になりました。
たくさんグッズを買ってお裾分けできたらするね。これからもよろしく。よろぴく、私はモーペンだよ、カナより。ありがとうございます。タメ口 OK ですよ。まずマンスリーになったきっかけなんですけど、私は TWICE を番組で見て好きになりました。で、次に YouTuber になろうって思ったきっかけは、そのある YouTuber さんがトレカ紹介をしてて、それでトレカをめくるのがすごく楽しくて、で、動画を撮ってないんですけど、なんか撮るふりしてやったりしてて、で、本当に動画を撮りたいなと思って YouTuber を始めました。自作メモ、この紙は抜けたら表だよ。わあ、かわいい。芋が多い、芋。めっちゃかわいい、ありがとうございます。パン、ジュンちゃん、ジュンちゃんのクード、かわいい、ありがとうございます。4、猫ちゃんとか入ってるよ。メモ、猫ちゃん嬉しい、猫ちゃん好きなので、これは隅っこ暮らしですね。で、これはなんか綺麗なものこれメイクのものかな。で、イラクマ、ありがとうございます。で、猫ちゃん、やばい、待って、これ猫ちゃんめっちゃかわいい、ありがとうございます。こんなにいただいていいのでしょうか。次に、ももこ、なよ、ちいぺんさんからのお手紙です。ちいももさんへ、ちいももさんへ質問します。2番目のお詩は誰ですか？サータンです。私はなよ、ちいぺんです。中に目元、トレカが入っているので、ぜひ使ってください。ももこ、なよ、ちいぺんより、ありがとうございます。で、裏に USS のメモリーの目元が入っています。ありがとうございます。まず、これがシールですね。アナと雪の女王のやつだと思います。すごくかわいい。で、これが、なんだろう、これサングラスとかが入ってます。後でじっくり見たいと思います。次に、スリーブになります。こんなに、ありがとうございます。次に、メモ帳ですね。かわいいのがたくさん。また後でじっくり見ます。こっちにアリエルはい、次、この封筒です。なんだろう、非公式トレカ、ごめん、全然大丈夫。非公式でも本当に可愛いのでね。ももちゃん、待って、こんなに絵って書いてる、いいのかな。ももちゃん、ももちゃん、ももちゃん、あ、これなやんちゃん、トニポップの時で、ももちゃん、え、すごい、フォローだ。ひじひょちゃん、ひじひょちゃん、ひじひょちゃん、これなんか硬い、ラミネートしたやつかな。ひじひょちゃん、ありがとうございます。これは何でしょう。公式トレカ、楽しみ。じゃあ、え、待って、いいんですか。本当にありがとうございます。クーのリンゴのラベルと、これなんだっけ、ワルツのノーマルバージョンの方のモモリンです。かわいい、ありがとうございます。最後におまけということで、おまけも開封していきたいと思います。はい、まずこれは何だろう、パネルかな。 ABCDE って書いてあります。めっちゃ可愛い。で、これがセミコ暮らし。はい、ということで、あともう一個のものを開封していきます。まずこれがももちゃん、あ、これさっきのフロのものだ、可愛い。あ、こっちフロになってる。で、ハッシュタグ退出。え、待って、またいただいちゃっていいんですか。ちょっと申し訳なさすぎる。え、待って、これめっちゃ好き、前髪あり、ほんと好き。こっちに置きます。これ、え、誰だろう。バン、あ、オールだ。オールいいよね、本当に。オールほんと好き、ありがとうございます。本当にいただいちゃっていいのか。はい、ということで、今袋を開けたんですけど、すごいですね。では紹介していきます。毎月送らせていただきます、私からの大好きな気持ちです。ありがとうございます。ももちゃん、かわいい。で、これがおまけその1ということで、開けていきます。はい、メモ帳ですね。ありがとうございます。こんなにいいですか。猫ちゃん入ってて、ありがとうございます。こんなにいただいてしまって。で、あと、これが本当に下が大切なラントリーです。ありがとうございます。誰だろう、パン、ついちゃんだ。めっちゃ美人。ついちゃん持ってないんですよ。ありがとうございます。ハッシュタグ退出、全員コンプ目指してて、本当にありがとうございます。次に、ラヒョンペンユーさんからの手紙です。シーモモちゃんへ、いつも動画見ています。あ、字汚くてごめんなさい。
ティーパパさんと同じ打表ペンです。そのことを聞いたとき、と思わず叫んでしまいました。私は田舎ワースだからライブとか入って近いとかにはあんまり行けないから、せももちゃんが羨ましいです。せももちゃんにはいつも感謝しています。自作トリカの作り方や缶バッジの飾り方などいろいろ見て勉強しています。一つ質問です。私今アルバムを買いたいけれど、どういうのにすれば一番おすすめですか？モノグラフはどれがおすすめですか？コメント待ってます。私は皆さんみたいに自作グッズたくさん作れなかったけど、許してください。ごめんなさい。キードトリッカとメモ帳などを置いてみました。使ってください。いつも画面越しでしか見てないから会ってみたいなと思うけど、想像すると絶対可愛いと思うな。これ以上長くないと思うので、ここら辺で終わりにします。これからも応援してます。大好きです。ありがとうございます。で、まず、こっちか。アルバムはイズラブとフィールスペシャルとハーシーがおすすめです。その中でもおすすめなのはイズラブです。イズラブは得点がすごく入っているのですごくおすすめです。はい、大変ペンユースありがとうございます。はい、では開けていきたいと思います。まずこっちから開けていきます。サナちゃんが見えて、サナちゃん、ももちゃん、すなちゃん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。こいつケースに入れてくれるなんてすごく嬉しいです。ありがとうございます。次にしももちゃん用っていうことで開けていきたいと思います。しももちゃん用、ちゃんって呼んでもいいですか？いいですよ。初めて作ったので汚いです。許してください。見直しのサーターを1枚入れたのでよかったら使ってください。あー可愛い。ももちゃん、ももちゃん、ももちゃんとだひょんちゃん、ももちゃん、ももちゃん、すなちゃん、かわいい、ありがとうございます。これインスタの投稿のやつ。次にスイパパさん用を開封していきたいと思います。スイパパさん用まで入れてくれるんですね。はい、同じ代表ペンなのであげます。初めて作ったので汚いけど許してください。はい、めっちゃかわいい、代表ちゃん。はい、スイパパさんがもらいました。では最後着ていきたいと思います。あ、ピーチだ、かわいい。まずメモ帳ですね。かわいい。ピーチが入ってた。で、スリーブです。ありがとうございます。で、最後にシールになります。今回本当はパッパッパッといくのに時間がたくさんかかるかもです。はい、めっちゃかわいいシールがたくさんあります。ありがとうございます。お菓子系が多いですね。では最後の方いきたいと思います。で、最後の方すごく袋が大きくてびっくりです。パン、お、すごいたくさん入ってる。なんか誕生日プレゼント並みの大きさ。私2月とか誕生日だったんですけど、これ誕生日プレゼントかな、これお手紙かな。すごい、めっちゃ梱包が綺麗。せももちゃんへ、いつも動画見させてもらってます。生放送の時チョブと言ってくれたので嬉しかったです。スイちゃんのおかげでトライスの情報がたくさん知れます。サムル誕生日でもあるので生放送の時見かけてくれて嬉しいです。タメ口ですいません。いつまでも応援してます。あとサムルは順番に開けてくれて嬉しいです。6のスクイーズは私が持っていたものです。ありがとうございます。誕生日でもあるので本当にありがとうございます。やっぱ誕生日ということでこんなにたくさん送ってくださいました。誕生日覚えててくれるのはすごく嬉しいです。はい、まずこれから紹介していきます。待って、え、びっくりした。え、待って、いいんですかこれ。待って待って、やばい、見ちゃいけないもの見ちゃったよ。やばい。1、メモ帳やミニノートです。使ってくれて嬉しいです。メモ帳ですね、かわいい、使います。これがノートかな。何か久しぶりに見た気がする。ありがとうございます。見てくださいね。で、次に公式トレカ持っていたらすいません。2枚あります。2枚もいいですか。ありがとうございます。持ってるかも。あ、もう先に読んじゃった。持ってないと思います本当に。私ないないなお豆腐ふ、え、じゃあ7番かな。え、待って、すごく求めてました。ありがとうございます。
私あのザ・ヤーベースの QR 2番と6番と7番を求めてて、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。次、イエサイス誰だろう、持ってるかも。パン、え、待って、ももちゃん、え、やばい、ありがとうございます。しかも持ってません。本当に嬉しいです。しかも保湿ケースをつけてくださいました。本当にありがとうございます。公式です。シールってどれか、はい、まずシールですね。オールかわいい、オールかわいい。で、チェヨンちゃん、チェヨンちゃんの1万円、あ、もうちょっと持ってるかもなんですけど、あんま持ってないので嬉しいです。で、次に自作トレカ&自作チキフン、ヘタです。モモ、ジャイオン、よいしょ。え、待って、めっちゃかっこいい、このジャイオンちゃん。やばい、モモリとチキフンちゃんとジャイオンちゃん、ありがとうございます。うますぎんって感じですね、本当に。隠して入れてるつもりです。アンドトラさんのタルコのファイルです。5です。はい、ということで、ももちゃん本当にありがとうございます。さっき間違って裏見ちゃったんですよね、本当に申し訳ない。本当にありがとうございます。これチェヨンちゃん持っててドームで交換しようと思ったんですけど、ドーム延期になって4月16日になって、結構交換が遠くなってしまったんですけど、本当にありがとうございます。で、最後ちょっと見えてる方いらっしゃると思うんですけど、クイズ卒業したのでぜひ、やばくないですか、こんなにも入れてくるなんて。私はスクイーズをゆるく集めてます。スクイーズはトワイスみたいにめっちゃ押してるってわけじゃないんですけど、まあゆるく集めてます。でも全然本当持ってないので、だいたい100均のものなのでね。え、待って、猫ちゃんかわいい。で、え、すごい、え、なにこれ、これスクイーズなんだ。こんな4つも、え、すごい。私マイクとかやってないので音が伝わらないと思うんですけど、すごい。ありがとうございます。で、次にうまい棒、え、すごい、キーホルダーになってる。すごくいい音です。はい、はい、ユニコーンです。かわいい。いや、めっちゃかわいい。ありがとうございます。しかも私の好きな水色ですごく嬉しい。で、最後にこの猫ちゃんですね。この猫ちゃん一番欲しいかもです。猫ちゃん本当に大好きなんで、サルゴーチめっちゃいいです。めっちゃいい匂いする、いい匂いがする。ちょっと猫ちゃんに申し訳ないけど。はい、ということで第1弾のお手紙の紹介が終わりました。皆さんたくさんお手紙をくれてありがとうございます。次は第2弾でお会いしましょう。それではバイバーイ。